農業立地論は利益を最大化するためにはどの場所で農業を展開させるべきか考察した経済地理学の理論の一つである。現代でも著名な古典的な研究として中年の農業と国民経済に関する孤立国が挙げられる。19世紀のドイツでは農政改革が行われ資本家が労働者を雇用して農業を行うようになったため、 効率的な農法の考案が期待されていた。農学者の提案は、臨済式農業の普及を提案したが、中年は臨済式農業が常には有効ではないと考え、この証明として、農業と国民経済に関する孤立国を表した。孤立国では、土壌の肥沃さの違いは考慮されず、農業方式別での農地分布は、都市からの距離のみに依存すると、 モデル化の上農業立地が検討され、中年圏が考案された。中年圏では、都市の周囲は自由式農業、林業、林済式農業、国層式農業、産保式農業、牧畜の順に、同心円状に囲まれている。これは、都市から離れていくにつれ運送費が上がるため、都市均衡では収益性の高い産業が卓越し、 都市から離れていくにつれ収益性が低下するためである。なお、中年の公案の後にブリンクマンやダンが農業立地論を提案している。現代では輸送技術や交通網の発展により農産物の鮮度を保ったまま遠隔地まで輸送できるようになり、産地間での競争が激しくなっているため、中年圏で農業立地を考察することは困難である。 しかし、古典的な農業立地論を修正することで、現実社会への適用を可能とさせ、農業生産の方向性を検討するための手段として、農業立地論を活用することができる。また、中年理論は、都市内部土地利用理論の形で、都市の内部構造の分析に応用することができる。時代付けに曲線を考え、それぞれの地域で、時代が最大になる、土地利用が主となり、 土地利用が同心炎上になるとされる。また中年モデルをフードシステムの基礎理論として考えられる場合もある。中年モデルは自然環境、農業政策、国際貿易の影響を考慮しないモデルであり生産、流通、消費だけを考えているが、この部分はフードシステムの革新の部分と一致している。ありがとうございます。